こんにちは、ココモのもろこしです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回紹介しますのは、ワードプレスを使ってブログとかサイトを作られている方へ向けてのそのカテゴリーの順番を入れ替えるという、目次として例えばサイトマップで、表示をされている場合、サイトマップを使った目次ですかねを表示されている場合、カテゴリーの順番というのが、デフォルトのままではワードプレスの中でこう入れ替えることができないんですね。ちょっと具体的に書いてみますと、例えば何とかというカテゴリー、まあ何でもいいですね、 A というカテゴリーがありまして、そのカテゴリーの内容として記事をこう書かれている、まあ、サイトマップを目次にした場合、こういったものが表示されるページを、どこかに持ってられると思います。トップページに持ってられるかもしれませんね。 B という、カテゴリーで、記事をいくつかこう書かれていると、そうですね、題名で内容かもしれませんね、まあ、こういった形になります。ところがですね、意図されたあの作者、あなたがもし意図されている内容としては、実は B というものをこの A の前に表示したいんだとかですね、もしくはストーリー性のある記事を書かれてですね、実は B が第1章で、A が第2章なんだという場合にこう入れ替えたいと言ってもですね、デフォルトのワードプレスの内容では入れ替えることができないんですね。ただ、プラグインもね、いろいろ使われている方いらっしゃると思いますけども、プラグインを入れることで、このサイトのカテゴリーを、B というものを上に持ってきて、まあ、そういうことですね、 A というものを後に持ってくる、これがドラッグ&ドロップで簡単にできてしまうというものを、今から紹介して実際に、動かしてみたいと思います。少しだけ途中でね、プラグインの設定どこ行ったんだというようなところがありますが、そこが分かってもらいやすい、動画でしたら分かってもらいやすいと思います。はい、さあでは、試しというかダミーでこういったページを、使ってやってみたいと思います。写真、動画、撮影と編集。はい、この意図としましては、この写真、動画、撮影、これを後ろの方に持ってきてですね、参考図書を一番上に持ってきて、間に物理を上に、機材をその下にっていう、そういうふうな、配置をしてみたいなというふうに思っております。さあ、プラグインですね、プラグイン使われている方いらっしゃると思いますけども、まず、ダッシュボードに入っていただきまして、はい、プラグイン、ここですね、プラグインの、新規追加ですね。はい、そうしましたら、その横のところに、よいしょ、ちょっと動かしますね。ごめんなさい、動きが悪かったですね。はい、プラグインの検索ということで、ここに、カテゴリーオーダーでもいけますかね。カテゴリーオーダー&テキストラなんたらかんたらって書いてありますが、まあ、シンプルに言っておきましょうか。カテゴリーオーダーで言っておきましょう。はい、これでエンターですね。ぐるぐる回って今表示されますよ。もうすぐ、はい、出てきました。そしたらいくつか出てくるんですけれども、目安としてはこういうところ皆さん使われていると思いますね。単純にカテゴリーオーダーということで、これね、もうすでに10万件で有効化もされてて、とってもね、安心感のあるプラグインがあると思いますけれども、今回使うのはですね、ここ、お使いのバージョンのワードプレスではテストされていませんということもありますが、はい、こちらです。カテゴリーオーダー&、テキストオーダーとかっていうものですね。はい、これ更新日がね、だいぶ違いますね。最終更新がこれ8年前になってまして、最終更新4ヶ月前、こちらの方が頻繁にですね、アップデートされているということで安心感やはりありますね。こちらもやはり10万件以上の使用、有効化されていますと、
ますのと、もう一つですね、やはりこのワードプレスのバージョンと互換性がある、これが安心感ありますね。どのプラグインでもそうなんですけれども、入れてエラーになった時のことを考えるとですね、たくさん書かれた記事が無駄にならないように皆さんぜひ、エキスポートか何かをされてバックアップですね、バックアップ取られた上でされることをまず第一にお勧めはいたします。はい、今回これインストールもしてあります、してありますので、その続きをやりたいと思います。はい、でインストールしたプラグイン、よくねこの設定のところから探されると思うんですけども、今回はそうではなくてですね、こちら投稿のところからです。でプラグインの名称がカテゴリーオーダーという名称で始まってるんですが、投稿の下のこの、タクソミオーダー、これになります。ですから私初めてこれ入れた時にカテゴリーオーダーというのがないなということで迷ったんですが、こちら投稿から入った、ここの部分のこの名称ですね、これが、このカテゴリーの順番を入れ替えるプラグインの設定画面になるということです。はい、出てきました。先ほどのカテゴリーが、こういった順番に並んでましたね。はい、ちょっともう入れ替えた後になってますね。先ほどがこうなってましたかね、写真とか、参考図書が上の方にありましたかね。はい、こういった感じでしたね。でこれでですね、OK を押すとですね、ちょっと今セーブという画面が下の方になっているのでちょっと見えにくいですかね。よいしょ、アップデートですね、アップデートします。はい、そうするとですね、サイト表示でちょっと見てみましょうかね。今順番を入れ替えてみましたが、写真、参考図書、身分類、まあ身分類記事実はないんですが、物理、生理、機材ってなってますけどもね。はい、これどうなってるかということで、よいしょ、ちょっと遅いですかね。はい、このページが写真参考図書物理、写真参考図書物理ですね。はい、写真参考図書飛んで物理ってなってますね。こんな風にドラッグ&ドロップで簡単に入れ替えることができるというものです。今回私の意図するものとしては、まあ、参考図書が一番上、写真が一番下、すいません同時についでに作業してしまっているようですが、物理、整理、機材ということですね。これで、アップデートということで、はい、アップデートされました。アイテムオーダーアップデートと、そして、元々のページをリロードしてみますと、はい、写真が上に今あったのがこれが下に行っているはずですね。はい、参考図書物理整理、ずっと下に行きまして、機材写真、はい、こんな風にですね、カテゴリーをサイトマップ上で入れ替えることができるということです。はい、ぜひ、今すでにワードプレスでホームページを運用されている、ブログを書かれているという方でカテゴリー分けしてるんだけれども思った通りのカテゴリーにできていない、この順番入れ替えたいんだという方はこういったものを、使っていただければと思います。名称がカテゴリーオーダー、もう一度プラグインの名称だけ出しておきましょうかね。プラグイン、インストール済みプラグインですね。はい、ずっと送りまして、おとととと行き過ぎましたか。カテゴリーオーダー&、タクソノミータームズオーオーダーですかね、こういったものになります。カテゴリーオーダーで検索すると出てきます。現在の互換性なんかも確認して、使っていただければいいと思います。はい、以上でございます。動画をご覧いただきありがとうございました。またココモの、お役立ち動画少しずつアップしていきますので、よかったら覗きに来ていただけると、嬉しいです。ありがとうございました。